はいはいはい。てんちゃん、私相棒みたいわ。ゆうたくんが連れ去られそうになった場所を調べてきました。どうでしたか？あの通り付近には防犯カメラ設置されてませんでした。そうですか。ゆうたくんがブロックを落とされたビルにも防犯カメラはありませんでした。襲う場所を選んでいるとしか思えませんね。しかも犯人はゆうたくんがその場所に来た瞬間確実に狙ってます。とても一人でできることではありませんね。協力者がいる。間違いありません。